皆さんこんにちは。整理収納アドバイザーの梶ヶ谷陽子です。いよいよ、姉のための整理収納作業を開始する日となりました。まずは現状をご覧ください。実家に遊びに行くと常にこんな感じになっています。和室に布団は敷きっぱなし、そしておもちゃや布団が散乱し、大変なことになっております。ただですね、まあ仕方がないかなっていうふうには思っています。毎日ね、寝ますしね、毎日遊びますしね、まあ元気な証拠と思っております。今回お片付け作業をするのが、この和室にある、押し入れになります。押し入れの中開けてみるとどういう状況かと言いますと、今ですね常に布団が出ている状態なのでスッカスカの状態なんですね。下段は先日私がちょっと整えさせていただき、上段は手をつけてない状態になります。何やら細々したものや不要なものが置かれている状態で、ここを使わない手はありません。こちらのバッグ、先日私がプロデュースして発売した母にプレゼントしたものなんですが、まだ使ってないんですね。早く戻ってきて使えるぐらいになってほしいなと願っています。さて、今回2階に、姉はですねこんな風に洋服をポンポンポンと置いている状態になっておりまして、スーツケースを収納の引き出し代わりに使っていたりします。この衣類は元から母が使ってた部屋なので母の衣類になります。まあ、全体はこんな感じです。これを1階の押し入れの中に収納しようということですね。ということで作業を開始しました。作業開始とともにですね動画を回しまして、姉もなんか私が作業している様子をちょっとね撮っていたようです。まずは作業スペースを確保したいので、布団を畳んだり掛け布団を畳んだり、そういう作業から始めました。皆さんどうでしょうか。今はね布団を敷いて寝てる方の方が少ないんでしょうかね。やっぱり布団ってこう敷きっぱなしにしてしまうと幅を取りますし、かといって毎日のことなので、畳んだりしまったりっていうのはすごく大変な作業になりますよね。で、基本的に姉が日本にいる間は布団敷きっぱなしにしてようかななんていうことは言っていました。やっぱりこうね、毎日のことなので畳んでしまっては大変ですし、常に子供たちがこの布団の上でゴロゴロ遊んだりもしているので、まあそれはそれでいいのかなっていう気がします。ただ今日は整理収納作業をする日なので1回畳んで避けていくという作業をしました。ちょっとね気になる点がいろいろあると思うんですが、奥にチャイルドシートがあるのは、まあ、これ私の子供たちのお下がりで姉が帰国した時に使うんじゃないかと思って取っておいたものなんですね。でいつもは実家の納戸にしまってあるんですが、まあちょこちょこ今後使うことになるので、まあ、ここに置いているっていうことになっています。あとは、こんな風に布団を片付けた後は、布団の下から出てきたおもちゃや、散乱していたおもちゃを、またちょっと端に寄せてね、作業がスムーズにできるようにしました。その後この上段を今日は変えていくので、押し入れの上段にあるものをまたさらに出していくという作業をしました。本当はですね、日中のうちに全ての作業を終える計画を立てていたんですが、ここで実家にトラブルが発生してしまいまして、そのトラブルというのが、洗濯機が壊れるというね、思いもよらぬ事態になってしまって、私がそのメーカーさんに電話したりだとか、問い合わせをしたりだとか、あとは問い合わせをしたらですね20年前の洗濯機なので修理できませんと言われてしまってですね、もう買わざるを得ない状況になってしまったんですよね。なので動けるのが私だけだったため、一回家に帰り子供たちを迎えて、その後に電気屋さんに走り、父の希望の予算内で洗濯機を探す作業をし、配送の手続きをしということをしていたら、あっという間に夕方になってしまってですね、この作業の続きは夕方から夜にかけて行うことにしました。なので今回の、動画ではこのね作業前の様子だけになります。
まだまだ実家の片付けは続くので、ぜひ楽しみにしていてください。何か一つでも参考になる点があれば嬉しいなというふうに思います。今回実家のね、作業を通じて私がすごく実感していることが、本当に私は根っから整理収納が好きなんだなっていうことですね。もう全然苦じゃないんですね。もう楽しくて仕方ないです。ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さん、また会いましょう。さようなら。